川上地域の地図東、川上は3日、市川上は大阪府河内長野市の地域。河内長野市の東部に位置し、現在の河合寺、寺本、上川岡、鳩、原、太い、昇進、岩見川に該当する。本校では概ね同地域に存在した南河内群、川上村についても述べる。ほぼ全域が山間地帯となっており。 地域最東部の岩見川地区は奈良県に隣接し、新福山の山頂も有している。石川支流の岩見川が南東から北西へと流れており、その谷合沿いに集落や田畑が続いている。岩見川にほぼ並行して国道315が通り、長野方面へのライフラインとして機能している。富田林市や千葉や赤坂村方面から、 それぞれの集落へとつなぐ各大阪府道があるが、協商路線のため、代わりに、指導等が、生活道となっている。当地域の多くは山間にあり、林業地として発達してきた。大規模な住宅地開発等は、北西部を除いて行われておらず、豊かな自然が残っている。特に南東部は、今剛井小牧泉国定公園となっており、標高900メートルを超える地点もある。 北西部に関しては、各住宅団地と接しており、長野、三日、市、南海三日の台などとの生活圏と一体となっている。全域が、河内長野市立川上昇学校の校区となっており、また校区には一般に、川上地域に含めない、末広町、大市町、日東町、清見台の区域も含まれる。歴史的には、旧長野町、旧三日、一村の一部であるため、 これらは街頭の記事で扱うこととする。河井寺、奥の院尾身は、河井寺。1889年の町村静止校により、河上村の大技となる。四方をほぼ末広町に取り囲まれ、入り組んだ複雑な住職文となっている。地名の由来は、城平の頃か南の三大名刹であった、河井寺の所在地であることとされ、河井寺の周辺は、大阪府営長野公園の奥。 河内アジサイ公園として指定されている。北東には河内長野駅、南東には大市町、日東町が隣接しているが、深い渓谷と境内、笛公園敷地に阻まれており、古くからの集落のみが国道沿いに続く。関心寺近道読みは寺本。1889年の町村制志向により、川上村の大技となる。 川上地区の中心的集落で、国道の他に、西へは三日市町駅や住宅団地、北へは小吹台にと大阪府道209号でつながっている。古くは寺本とも書いた。地名の由来は、小村上天皇や楠木正重ゆかりの関心寺の所在地であることとされ、南北朝期より文献に見える。関心実態は、大阪府永永野公園の奥。 河内南高の里として指定されており、周辺には観光向けの飲食店等を並んでいる。現在の河内長野市立東中学校に併合される前の川上中学校は川上公民館となっている。延命寺本堂読みは神が丘。1954年の河内長野市発足の大技、解消までは鬼獣であった。地名の由来は、 大古紀が住んでいたという伝承による。また、室町時代の文献には、鬼獣の代わりに、小西みとも書いていることが確認されている。鬼獣の他に、くずの、ふしの集落に分かれている。上ヶ丘の中央部を岩見川が整流し、並行する大阪府道214号が3日、市町駅までつながっている。1874年から1984年まで、 国の記号小学校があった。1992年までは、三河の台の一部も含まれていた。映画、鬼がある、のロケ地にもなっている。川上神社本殿読みは、鳩原。はら。1889年の町村静止校により、川上村の大技となる。川内長野市となるまでの間に、村役場が置かれ、その後も公民館や川上館郵便局などの、 公共機関が集まっていた。地名の由来は、俗日本記によると、699年に白鳩を献上したことによると言われる。東端と西端の地区に分かれている。読みは、大井。1889年の町村聖志向により、川上村の大技となる。古くは、大井とも書いた。古くは、関心寺七号の一つで、南北朝記よりあったと言われる。 美月天皇の皇居であるくだら大いぐるがあったとする、説がある。岩見川の中上流域に位置し、東西の国道沿いに古くからの集落が点在する。1911年から1984年まで、西木川小学校があった。読みは、小深。1889年の町村静止校により、川上村の大技となる。古くは、関心寺七号の一つで、 南北朝岐よりあったと言われる。岩見川の中上流域に位置し、南北の国道沿いに古くからの集落が点在する。昇神と歌昇神に分かれている。北東の地早いは、大阪府道214号でつながっている。行者有水直売所読みは、石見川。1889年の町村静志向により、川上村の大技となる。古くは、 関心寺7号の一つで南北長期寄りあったと言われる。河内長野市の最東端であり、岩見川の上流域に位置する。国道沿いに古くからの集落があるほか、有水直売所などが点在する。北東の千早いは大阪府道214号でつながっている。ありがとうございます。